ケルスターバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールゲーイラウ軍に属しである。フランクフルトアムマイン南西のマイン川ダコーブサガンに位置する。同盟農側ケルスター川が、マイン川に合流する。もともとは主に農業の村であったが、20世紀の初めに、鉄道フランクフルトマインツ線が建設されて、以降、急速に変貌した。大企業が定住し、 近隣のヘイヒストアムマイニア、グリースハイムの科学工場への通勤者で人口は増加した。第二次世界大戦後の数十年で近くに位置するフランクフルト空港に関連した企業が数多く進出している。この町は流通業や科学産業にとって重要な町である。この町は1952年に市に昇格した。本市はマインガワサガン。 すなわち東岸から南東岸、フランクフルトのシュタットバルトの西に位置する。市北部に位置する、元々の市中心部は通常、ウンタードルフと呼ばれる。フランクフルトのシュタットバルトから西に向かって 8km にわたって伸びる高さ約 17m の、ケルスターバッハァ丘級の上に位置する、オーバードルフは、20世紀初頭の鉄道建設、工業介護に開発された。ケルスターバッハは、 フランクフルト都市圏及び、フランクフルト、ラインマイン大都市圏の一部である。ケルスターバッハは、西は、ハッタースハイムアムマインイコールをクリフテル。北は、フランクフルトアムマインの人と人間、ヘイヒスト、シュバンハイム。東は同じく、フランクフルトアムマインのフルークハーフェン。南西は、ラウンハイムと境を接している。地元では、昔からの街を、ウンタードルフ、 ケルスターバッハァ球場の新しい街をオーバードルフと呼ぶが、これらの地区割は公式には存在しない。21世紀になるまで、ケルスターバッハはヨーロッパで最も古い解剖学上の現代人が発見された街であるとされていた。ケルスターバッハの夫人として有名な約3万2千年前のクロマニョン人のものと推定されていた頭蓋骨は二千四年の人類学者、 ライナープロッチュのスキャンダルで偽物であることが判明し、後方もなく処分された。ケルスターバッハー団球で中石器時代の採石器が発掘された。これが定住の痕跡であるかどうかは未確定のままである。新石器時代のあらゆる時期の統制の出土品も継続的な集落の存在を示すものではない。これに対して、青銅器時代に集落が存在していたことは、 ほぼ間違いない。この時代初期の重要な発見は1937年に最初になされた。その後、ケルスター・バッハ出版家建設時の1972年に、レーマー・シュナイゼとシュベーデン・シャンツェとの間のケルスター・バッハ弾球変演部で、青銅器時代の遺跡複合体が発見された。考古学調査の概要から、マイン側から10から15メートル上の弾球場に、 青銅器時代中期から後期にかけて集落があったことが判明した。鉄器時代初期の集落の痕跡もいくつも発見されている。古い出土品が3世紀にはケルスターバッハのマイン川沿いの低地にローマ時代の集落があったと推定される根拠となった。1973年アウフデムバイルゼーという工作地のローマ時代の仮想墳墓から発見された。 レンガ編と効果は2001年から2003年にかけての地球物理学的調査のきっかけとなった。これにより重要な建築構造物が発見された。ヨハン・ボルフ・ガングゲーテ大学フランクフルト・アムマインの考古学研究所は2004年から2005年に大規模な発掘調査を行った。この調査で数多くの出土品とともに泉のある建物が発掘された。 この邸宅はクラインビラと呼ばれている。年代は紀元200年から220年頃と推定されている。260年頃のリメスカーナク後に放棄された。1655年のマテウス・メイリアンの版画に描かれたケルスターバフ派この街の名はフランク・語のジェルスターボックに由来すると考えられている。ジェルスターボックの最初の文献記録は他の多く村と同様。 ドルシュコデックスになされている。その後ケルスターバッハは、何、世紀にもわたって、ハイン城を行政中心地とするドライアイ狩猟場に属した。1433年にこの地域の統治権がイーゼンブルク家に移った後も狩猟権は王に属した。ケルスターバッハは、アムトランゲンに属した。イーゼンブルク・ロンネブルク・ハクアントン一世は1533年にルター派に改修し、 アウクスブルクの宗教和議が成立した後に新民に対して両主の信仰に合わせるよう強制した。1565年の遺産分配でイーゼンブルク・ロンネブルク博ボルフガングは摂政に就いた。1566年にはケルスターバフ波城の建設に着手した。この建設には21年を要した。その外観はマテウス・メイリアンの版画で知ることができる。その後、 アムトランゲンの役所がケルスターバフ派に移された。1583年、領主の改修に伴いケルスターバフ派はカルバン派の町になった。同じ年に、ハクは初めての学校を創設した。ハクは1597年12月に亡くなった後、ケルスターバフ派城の上官礼拝堂に葬られた。後継者は弟のハインリヒであったが、 ボルフガングの4年後に亡くなった。相続された地域はこの頃に再びルター派に戻された。これにより、イーゼンブルク博下に強い緊張が走った。ハインリヒは死を目前にして、ヘッセンダルムシュタットホーハクルートビヒ5世と契約を結んだ。これにより、アムトケルスターバフ派は、ハインリヒの死後ヘッセンダルムシュタットホーハクに譲り、改革派の協議に戻ることを拒むこととされた。 ヘッセンダルムシュタット砲白へのアムト・ケルスターバフ派の密かな売却は提出裁判所での長期にわたる権利闘争をもたらした。1601年から1711年まで争われた結果、最終的にはイーゼンブルクビューディン元家の完全な敗北で終わった。その間にケルスターバフ派城は30年戦争でスウェーデン軍によって破壊された。 エルンストルートビヒハクは、ケルスターバッハを、交通の便の良い土地にあるにもかかわらず、手工業都市として拡充させる計画を立てていた。1699年から1712年に、現在も存在しているノイケルスターバッフ通りが、作られた。通りに面して3階建ての住居や、作業場が設けられ、ここにカルバン派の難民を住まわせる計画であった。 しかし多くの問題が起こり、この計画は頓挫した。18世紀中頃、ルートビヒ8世は民営のファイアンス焼きの工場を引き取り、当時企業を起こした。マイセンで修行したエツケ氏クリスティアン・ダニエル・ブッシュに、その運営が託された。ケルスターバッハで働いた、最も有名な投稿が、カール・フォー・ーゲルマンである。その工場は、 1761年から1768年までしか創業しなかった。その製品は、ダルムシュタットのヘッセン大公陶磁器コレクションに収蔵されており、オンラインカタログで見ることもできる。2011年に、ケルスターバッハの、1756年にアムトの役場は、ベルフェルデンに移されたが、アムト・ケルスターバッハの名前はそのまま残された。 1821年に創設されたグロースイコールゲイラウ行政管区は新たに設けられた行政区分でキュアムとケルスターバフ派はこれに編入された。役所はランゲンに置かれた。この行政管区は早くも1832年にグロースイコールゲイラウ軍に改編された。これ以後今日に至るまでケルスターバフ派はグロースイコールゲイラウ軍の歴史と軍域に組み込まれている。 1900年にヘルフマン通り労働者住宅地が建設された。1899年に設立された自動車工場が1904年にフェア・イニヒテ・クンスト・ザイデン・ファブリーク、後のフェア・イニヒテ・グランツ・シュトフ・エージーへ転換したことは重要である。この工場は、その後、2000年にグローバル化の犠牲となるまでの100年間、当時人口3000人だった町の発展に寄与した。 第二次世界大戦中、ケルスターバフ派には多くは東ヨーロッパから連行された外国人強制労働者の通過収容所があった。このため、ルッセンラーガーとも呼ばれた。収容所は現在のアウトバーン近くの変電所の場所にあった。20世紀後半には南に境を接するフランクフルト空港の拡張によって市の面積はかなり削られた。ケルスターバフ派は ヘッセン州の行政改革に伴って空港に接する733ヘクタールの土地をフランクフルト市に活用した。重要な経済基盤が失われる器具に対して利益分配制度が締結された。こうして発展は持続されたが自治体の独立性に対して疑問が起こり、ケルスターバフ派は徐々にグロースイコールゲーラー軍の他の自治体から分離して考えられるようになっていった。 1974年、ヘッセン州の地域再編に伴う、フランクフルト周辺自治体連合への加盟により、フランクフルトへの合併を一旦は逃れた。ケルスターバッハは、1952年にラウンハイムと共に都市圏を与えられた。人口推移は以下の通り、ヘルツイエズ協会、ケルスターバッハには、ヘッセンラスサウ福音派協会に属す3つの、 プロテスタント教会組織がある。キリスト教会、平和教会、聖マルティン教会である。マインツ市教区、デュッセルスハイム主席主催区に属すカトリック教会が、ヘルツイエズ教会組織で、ヘルツイエズ教会や、聖マルクス教会で祭事を行っている。ケルスターバフ派氏の市議会は、37議席からなる。ケルスターバフ派氏の市長は、二千八年から、マンフレート、 ボッケルが務めている。ケルスターバハ派駅道路交通ケルスターバッハにはアウトバーン A3 号線のインターチェンジがあり、連邦道 B40R 号線とアウトバーン、誘導路を使って迅速に A66 号線にアクセス可能である。連邦道 B43 号線はケルスターバッハ市内を通っている。2010年春以降、ケルスターバッハを通る。 連邦道 B43 号線は一般道に格下げされ、市の管理下に置かれている。市の管理責任者は、総重量3.5トン以上の車両 B40 号線、空港環状線、オクリフテラー通りに迂回させ安全性を確保する新たな交通規制を設けた。これにより、旧 B43 号線を通る通貨交通量が抑制されるとともに、ケルスターバッハの産業地区にとっては、 アウトバーン A3 号線のケルスターバッハ、南インターチェンジを経由して、ケルスターバッハに至るルートが確保された。鉄道ケルスターバッハ市内をマイン鉄道が通っており、ケルスターバッハ駅でフランクフルト空港へ向かう空港線が分岐している。S バーンの S8 号線、S9 号線が通っている。この路線を使うと三分弱でフランクフルト空港へ約十五分で、 フランクフルト中央駅へ約30分でシュートのビースバーデンにアクセスできる。公共交通ケルスターバッハでは LNVGGG が4系統、トラフックが1系統のバス路線を運営している。これらの路線の運行はクールヘッセン地方交通及びアウトブス、ジッペル社である。ノルトイコールジュートイコールライトの建設に伴い、1926年にケルスター近郊に 大きな変電所が建設された。現在は RWEAG 参加のこの変電所では380、220、110KV の電圧が扱われている。フランクフルト空港の拡張のため南側からの高圧送電線は何度も張り直された。計画された着陸用滑走路建設のために変電所は2006年から2007年にかけて移転され、 近代化がなされた。ケルスターバッフ派には大きな室内レジャープール施設があったが2008年3月に閉鎖され新しい小ぶりのスポーツレジャープールに改装された。また、グロースイコールゲーラー群で最も大きく、最も近代的な私立図書館、工学総合学校、多くの基礎家庭学校、一校の特別学校がある。ケルスターバッフ派氏は自らが学校経営を行っている。 ヘッセン州唯一の軍所属市である。教会が経営する7園の幼稚園は、市の補助を受けている。かつての上館は、青年センターとして利用されている。日用品以外の買い物をする店は、市内にはほとんどないが、ショッピングセンターが建設中である。近郊のレジャースポットには、すぐ近くのマイン川の岸辺、夏にはかなり混み合うジュートパーク、湖や、 長寿保護区もある広大なシュタットバルトがある。マイン川の岸辺を除き、これらの場所は2007年末に計画観察局が許可したフランクフルト空港拡張計画に基づき、かなりの部分がフラポート AG の管理下に置かれることになっている。マイン川沿いには多くの自転車道が通っている。ケルスターバッハはすぐ近くに位置するフランクフルト空港の恩恵を 受けると同時に制約も受けている。ケルスターバッハ南産業地区は空港に接する位置にある。数多くの流通会社がここに支社を置いている。かつて制油所があったマイン川沿いの広さ110ヘクタールのメインヒホーフゲレンデにフラポート AG は新しい工業、産業地区を開発した。ここに、主に小口。 個人向けを対象とした流通業者が最初の企業として立地した。ここは計6000人が働く産業地区となる予定である。スポーツ施設や市の文化施設では活発なサークル活動が行われている。ケルスターバッハはサークルの街を自称している。多くの文化活動のほかケルスターバッハは9月の第1日曜日に 開催される伝統的な教会会記祭で市外にも知られている。このケルベボルシュと呼ばれる祭りは現在も多くの人を集めている。その一週間後に開かれる旧市外祭は市内のサークルが参加して開催されている。ケルスターバッハのサークル、教会、連盟などはこの他にもスポーツ、音楽、歌謡イベントや啓発教育、研さ教育、趣味の芸術、 様々な分野の公益、社会活動を行っている。また、水難救命分野で最も貢献の高いサークルの一つである DLRG ・ケルスターバッハはこの町に本部を置いている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。